皆さんご存知のように今のコンピューターは電子で動いているのですが、もっと大規模な計算や情報処理をしていこうとすると電子ではちょっと手に負えなくなってきて、電力や発熱の問題が出てきます。そこで最近では電子ではなく量子というものを使った新しいコンピューターの原理が考えられていて、盛んに研究開発が進められています。この量子というのはいろんな種類があるのですが、これを動かすためにはマイナス200度以下の極低温の環境が必要であったり、まだまだ気軽に使えるようなものにはなっていないのです。そこで私の研究室では量子の中でもポラリトンと呼ばれるものを対象にして研究を行っています。このポラリトン状態というのは光子、つまり光ですね、これと電子、つまりこれは物質なんですけれども、これらが混成して混ざり合って両方の性質を持った状態として知られています。光を強力に閉じ込めることができる微小共振器と呼ばれる構造の中でこのポラリトン状態は形成されます。私の研究室ではこのポラリトン状態を生成するために使用する材料を工夫することで、これを室温で生成することに成功しています。このポラリトンの研究は始まったばかりで、まだまだ研究すべきことがたくさんあります。操作するポラリトン状態が一つだけでは役に立ちませんが、この状態は大規模に拡張集積していくことが可能であり、そうすることで低消費電力な量子コンピューターの実現へも近づいていきます。ポラリトン状態はこのように拡張集積していくためにちょうどいいサイズであるということも特徴なんです。その一方で、例えば量子コンピューターのような便利なものが人間社会や地球環境にどのように使われるべきなのかを考えることも重要と思っています。単に生活が便利になったり物が売れたりするだけではなく、この研究は本当に人間を幸せにするのか、地球と共存できるものなのか、このような観点もこれからの研究者には必要だと思っています。